はいどうも、RRウォーカーのリエルです。今週は木曜日が祝日になっていて、その影響でかまばらに発売される19本紹介していきたいと思います。まずは火曜日、ミサイルコマンドリチャージド。1980年にアタリが発売した名作アーケードゲームに現代風のアレンジを加えたタイトルです。上空から降り注ぐ大量のミサイルをひたすら迎撃していく固定画面のシューティングです。最初こそ簡単ですが、生存し続けることによってじわじわと難しくなっていきます。グローバルランキングやローカル協力プレイに対応、スマホのアプリでも配信されてます。続いては水曜日、ドラえもんのび太の牧場物語。大自然の王国とみんなの家。国民的人気キャラクタードラえもんがほのぼの生活が楽しめるシミュレーション、牧場物語に登場するシリーズ最新作です。作物を育てたり動物のお世話などはもちろん、ドラえもんならではの秘密道具は80種類以上と盛りだくさん。完全新作の心温まるストーリーを体験しながらスローライフを送れます。よし、続いてはシャッターリマスタードデラックス。ブロック崩しジャンルに革命をもたらし、数々の賞を受賞した名作をこちらも現代風にアレンジしたかっこいいブロック崩しゲーム。ゲームモードは71のステージで構成されるストーリー、ハイスコアを目指すエンドレス、ボスラッシュ、タイムアタック、オフライン協力プレイと5つ、グローバルランキングで世界中のブロック崩しプレイヤーたちとハイスコアを競い合うこともできます。続いてはハットアップ。1画面で構成されるトゲやさまざまなトラップを避け、鍵を集めるパズルゲームです。この赤い帽子をかぶっているかどうかでパズルが変化していくそうです。続いてはスイッチで発売されるメカリッツスチールロンド。レトロ風の縦スクロール弾幕シューティングゲームです。熱狂的な音楽と少女の現代アートが織りなす重厚な SF 世界。シンプルな操作と腕前によって自動で変動する難易度で誰でも楽しめるシューティングゲームになってます。分岐を含めた15のステージ、50に及ぶボス、マルチエンディングになっていて、やり込み要素も十分です。続いてはドラゴンプラナー。レトロなドット絵と遊びやすいシステムが融合したファンタジー RPG です。ジョブは20種類以上用意されていて、特徴は戦闘中でもジョブチェンジや陣形を変更できるというシステムです。こちらプレイステーションではすでに発売されていて、スマホでも配信中です。続いてはフライング猫デリバリー。コテージに住んでいる猫の魔女であるおにぎりになってほうきで空を飛び回り荷物を届けます。宅配だけでなく新しい世界を探索したり、植物やキノコを探し回ったり、風変わりな住民たちと交流したり、コテージに戻れば料理をしたり、空飛ぶほうきをアップグレードしたり、家具をカスタマイズしてコテージを改装することもできます。続いてはランボックスラン。箱のようなキャラクターになって最大8人のオンライン対戦で他のプレイヤーと競争できます。続いてはすみっこ暮らしみんなでリズムパーティー。流れる音楽のリズムにタイミングを合わせてボタンを押したりジョイコンを振って楽しむリズムゲームです。1人プレイでハイスコアを目指すこともできますが、最大4人のプレイヤーが参加して全員で競い合うゲームや、参加者が2つのチームに分かれて競うゲーム、参加者がみんなで協力してハイスコアを目指すゲームなどあります。続いては木曜日、 A 列車で行こう広がる観光ライン。こちらは2021年3月にスイッチ版が発売された A 列車で行こう始まる観光計画に追加コンテンツを収録し、観光要素を前面に押し出した都市開発シミュレーションゲームです。実在する全国の観光列車、新幹線などが追加され、観光用の建物や鉄道博物館などを設置することもできるようになり、オリジナル車両や街の風景を加工できるフォトモードも追加されるそうです。続いてはゴッドライクバーガー。宇宙船型ハンバーガーショップを経営するシミュレーションゲームです。プレイヤーの目的は宇宙一有名なレストランとして高い評価とお金を獲得するということですが、そのための手段としてお店にやってくるエイリアンのお客さんを襲って食材を調達しなければなりません。さまざまなトラップを仕掛けて罠に誘い込んだりすることもできます。お客さんだけを使って銀河一おいしいハンバーガーを作りましょう。続いては金曜日、ゴーストソング。未知なる惑星で記憶を取り戻すために戦う兵士の姿を描く 2D メトロイドバニアアクションです。主人公はデッドスーツと呼ばれるコンバットスーツを着用したままの姿で、未知なる惑星を探索することになります。隠しエリアもふんだんに用意されていて、新しいエリアにアクセスすることで強力な武器を入手したりできるそうです。ブラスターと呼ばれるレーザー銃やデッドスーツはモジュールを加えてプレイヤーの好みにカスタマイズすることも可能です。この閉じ込められている世界でさまざまなキャラクターたちとの出会いもあるそうです。続いては白銀ノルニール。3周目の世界で導かれる滅びへの運命を変え、新たな結末を紡ぎ出すために抗う少年たちの物語です。戦闘には評価がつき、グレードが高いほど獲得経験値や入手ゴールドにボーナスがつきます。こちらの Nintendo Switch 版は12月に発売予定となってます。スマホ版もあります。続いてはザ・エントロピーセンター。一人称視点のパズルアドベンチャーです。地球の軌道上を周回する巨大な宇宙ステーションで気絶から目覚めたアリアが主人公。宇宙ステーションは崩壊してしまっていて、そこから見える地球はなんと炎上中。アリアは時間を巻き戻すことができる10型デバイスに取り付けられた人工知能アストラの力を借りることになります。この能力を使い、壊れていたものを過去の状態に修復し、さまざまな困難に挑んでいくことになります。続いてはエテルナ・ノクティス。高難易度の 2D メトロイドバニア。失った力を取り戻そうとする闇の王になり、数々の試練やクエストが待ち受けている16のエリアを巡り、広大なエテルナの世界を旅します。レベル要素はなく、スキルポイントを使いスキルツリーで成長していくシステム。特殊トラップが待ち受けています。続いてはスクエア・エニックスを送る生活シミュレーション RPG ハーベステラ。季節ごとに大きく環境が変わる村レーテを拠点に、農作物を育てたり世界各地を冒険して仲間と出会うストーリーが楽しめます。戦闘パートで必要な固有の武器と特徴的なスキルを扱えるジョブ。そのジョブを持ったキャラクターを仲間にすることで、プレイヤーである主人公もそのジョブを使うことができるようになるそうです。体験版は製品版へのセーブデータ引き継ぎが可能となってます。続いては土曜日、 It Takes Two。 2021年のゲームオブザイヤーに選ばれた2人協力プレイ専用のパズルアクションです。画面を分割したプレイやローカルプレイ、オンラインプレイにも対応しています。魔法の力によって人形に変えられてしまったコーディとメイの複雑な関係を次々と訪れる難題に挑戦しながら修復していきましょう。パッケージ版は12月8日に発売予定です。一応ここまでなんですが、発売されるかもしれないゲーム2本紹介したいと思います。というのも、こちら北米では発売が決まっているのですが、日本では公式のオンラインショップにはありませんでした。ただ北米版日本語対応していたので、おそらく出るんじゃないかということで紹介します。出なかったらすいません。まずは火曜日、ロンサムビレッジ。ライフシミュレーションにパズル要素を加えたアドベンチャーゲームです。プレイヤーは静かな村で主人公のコヨーテを操作し、農業をしたり釣りをしたり、自らの家をカスタマイズして生活を送ることができます。それだけでなく、村人たちが消えてしまうという事件が発生し、その真相を解き明かすために冒険に挑むことになります。しかし戦闘はないようで、パズル要素がふんだんに盛り込まれている塔を攻略していくことになるそうです。続いてはもう一本、金曜日です。ホーステイルズエメラルドバレーランチ。こちらは相葉と共に牧場の最高を目指すライフシミュレーション。野生の馬を見つけて牧場に持ち帰り、飼育や訓練を行っていくことで手なずけることができます。それぞれの馬は見た目や性格、能力なども異なっていて、繁殖も可能です。自分の家や馬小屋の整備、ご近所さんとのお付き合いも重要。もちろん PV にずっと流れているように、相場にまたがって広大なマップを探索することもできます。はい、今週は以上になります。最後の2本出てほしいよね。あと、ハンバーガーのやつ。エイリアンの。何やったっけあれ。ゴッドライクバーガー。こちらも、北米ではスイッチ版も出ます。どうですかね。いや、実はこの後、ロンサムビレッジ体験版、いつものやつ、動画で上げてるやつ、体験版プレイ動画収録しようかと思ってるんですけど、この後にですね、まあ発売されなければボツだな。ではここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。リアルーでした。